どうもこんにちは、チャックバスです。今私は、ロアマハッタンにいます。で、今からですね、グラマシーホテルにあるパンケーキ屋さんをね、紹介できたらなと思っております。朝のニューヨークです。今朝の7時ぐらいなんですけど、まさにニューヨークの朝という感じがしていいですね。それでは行ってみましょう。
信号がある、あ向こう青だからこっちも青だって言ったら、こっち信号なかったですね。そうですね、ちょっと私も初めて来るんでわからないんですけど、そうですね、グラマシーパークホテル、こちらになっております。今お店の前に着きました。どうやらですね、インターネットの記事には7時からって書いてあるんですけど、今日は金曜日かな、金曜日ですね、7時半からということで、もうちょっと待っててくださいってことした。このグラマシーパークホテルも結構有名なホテルなんで、まあ、こちらのホテルに泊まった方はね、そのまま利用できますんで、それもいいですよね。有名なお店が近くにあることほど便利なことはありませんからね。はい、それではちょっと時間になるまでね、待ちたいと思います。一番美味しかったですね。ぜひニューヨークに行かれる方はね、来てみてはいかがでしょうか。中の雰囲気もバッチリで、店員さんもすごい紳士で、私英語のレベルがそんな高くないんですけども、何回か聞き直しても嫌な顔一つせずに教えてくれました。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。役に立ったっていう方はぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。